運命開花着物でドリーマーズ。じゃーん、始まりました。運命開花着物でドリーマーズです。今日もイケメンなゲストを迎えて50分間いきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してますか？緊張してます、ちょっと。そうですか？初めての、はい、そうなんですか？そんな風には見えない。なんかポーカーフェイスで済ました感じで、ね、いいですね。まあ今日はね、スタッフはね、女性2人なんですよ。イケメン1人だけね、ちょっと横にね、イケメンを置いて、私はなんかご機嫌な感じでいきたいと思います。あれ、拍手ありがとうみたいな感じですかね。で、今日も京都ってすごい暑さですよね。暑いですよね。ね、なんかここ数日日本中が全部暑いみたいな感じで、そこでですよ、今日はいきなり、ラベルは出せないけどビールですよ、はい、じゃあいきなり乾杯からいっちゃいましょうかね。いいか、ありがとうございます。いいか、はい、かこの音がいい、ではあ、はい、乾杯、乾杯、よろしくお願いします。いただきます。じゃあいただきます。みたいな、2人で飲んだらシーンとするじゃんね。あ、まあそうですね、すいません、すいません。いきなり音を入れてくれてありがとうみたいな。このままでごっくんごっくんごっくんってずっと飲んでたら、うん、番組中無音みたいな。確かにそうですか、うん、はい、うん、うん、いやちょっとずっと我慢してましたもんね。そうよね、うん、さっき来る途中でコンビニ寄って買った途端からもう飲みたいみたいなところになって、そうなんですよね、はい、ほんの 4,50 分ちょっと我慢してたかなみたいなね、うん、さあではまずは定番のいつものお知らせからいきたいと思います。もうなんか気持ちはビールに行ってしまいましたが、コロナ禍の開局をしたためにスタジオ内には窓がありますので、途中でね、いろんな音がするかもしれませんが皆さんお許しくださいみたいな感じです。そして、いつものようにツイッターのご案内とかね、こちらにはねファックスでもいろいろコメントをもらえますというふうなお知らせになります。では見てる方コメント入れられるようにツイッターの画面から行ってみましょうかね。はい、こちらが今画面上でね皆さん見てると思いますが、放送中の質問はこちらということで、ここでポチッとしていただくとそのまま直接ツイッターに飛んでいきます。でそこから、ぜひね、今日のゲストは松田さんですけれども、そこに向けて、あですね、こうですねとか、いい写真じゃないですか、ちょっとね、はい、何かしら一言書いていただけると大変嬉しいです。リアルタイムで、ね、そうです、リアルタイムで、はいはいはい、乾杯、そうですね、乾杯ですよ。番組ご覧の皆様もぜひ片手にビールでもお酒でも飲んでいただいてね、ゆっくりと50分間見ていただければいいかなと思います。そして、いつものようにスポンサーですね、うん、協賛のお知らせで、着物ドリーマーズのホームページになります。実は昨日までちょっと地方に行ってまして、そんなこんなでさっきスタッフにもねお土産買ってきましたみたいな、賄賂賄賂みたいな感じでございますけれども、はい、実はそんなこんなで4日間お休みしてましたね。多分ずっと行くとねスケジュールが出てくると思うんですけれども、うちのお店定休日っていうのがちょっと決まってなくって、割と不定期な感じで お店がやってたりやってなかったりでね、あそこ休み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 とか言って、今日と明日またやってるんですが、また土日が休み休み、うちの旦那さんもちょっと変わったことしてるのでね、お稽古がありましてね、そんなんで休んでます。でその後からはねまた普通に頑張って営業しております。今月末には、隅田川の花火大会もあったりとかしますので、ぜひこんな時にね浴衣を買って日本の文化を楽しもうって感じで、私たちも頑張って営業していきますので、よかったら遊びに来てください。そして、私の運命学カウンセリングの方ですが、こちらも、あ、そうだ、ページをもうちょっと降りていくと、私のページの中でもスケジュールが入っているんですけれども、問い合わせを申し込む、またもうちょっとずっと降りていくと、ずっと降りていくと、今ね、ふっと思い出したよ。もうちょっと降りていくと、真ん中あたりにスケジュールカレンダーっていうのがありますよね。あ、通り過ぎた。それをねちょっとポチッとしていただくと、実は私の予定がここで出てくるんですよ。なのでね、ここも 2,3,4,5 って NGNGNG とか言ってね、今日はアズーリやってるみたいな感じになって、なので、ここに私のねなんか生きてる生き様が出てるみたいな感じなので、鑑定ご依頼だとかお勉強のご依頼だとか、こちら見ていただきながらホームページから連絡いただけるといいかなみたいな感じでございます。はい、今月はまた新たにねお勉強する方も増えるみたいな感じで、またここにね後ほど書き込まれるみたいな感じでございます。
はい、では、ビール飲んでる松田さんを、ね、はいはいはい、紹介していきたいと思いますが、今日の松田様、外資系保険会社でお客様のライフマネジメント&資産形成をしている松田勝明様です。イエーイ、よろしくお願いします。はい、では軽く自己紹介ね、マイクをお渡しするような形でいきたいと思います。はい、はいはいはい、ご紹介いただきました、外資系の保険会社でライフマネジメントや資産形成を教えている松田と申します。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあこれまでのなんか軽い自己紹介的な感じと、ここからぐいぐいと松田さんを掘り下げていこうかなと思います。はい、お願いします。うん、ご出身が豊島区ですね。豊島区、私もね出身が板橋区なんですよ。あ、近いですね。ね、なんか小学校から高校までとか、はい、なんかは板橋区で、はいね、はい、近所じゃんねみたいなね。そうです。まあ、でもなんか話いろいろ聞いたらお母さんとほぼ一緒みたいな感じで、うん、なんか私が子供いたらこんな感じみたいな感じで、ちょっと、母と息子かよと思ったらちょっと嬉しいんだか悲しいんだか複雑みたいな。いや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 、はいです。そして、そんな中でサッカーをしてた。そうですね、サッカーを小学校から、うん、まあ、大学まで行ってたんですけど、まあ、1年生の時にちょっと怪我してしまって、うん、もうシュート打った時になんかバキッて割れちゃって砕けて、うん、足が、そうですね、うん、でまあ手術すれば治ったんですけど、うん、やっぱなんか脊髄麻酔を打たないといけないらしくて、まあ、なんか最悪歩けなくなっちゃう。そうよね、危ないよね、うんうん、って言ってちょっと怖くなっちゃって、うん、はい、やめちゃいましたね。まあさ、サッカーで選手になってなんか活躍するのも一つ人生かもしれないけど、うん、そうじゃないよって、なんかもしかしたら後ろの人とかさ、ね、見えないいろんな人がさ、うん、サッカーだけじゃなくて違う活躍ができるよっていう風なことのお知らせかもしれないしね。そうですね、うんうん、そこまでしてなんかね、脊椎注射とか嫌だよね、うん、まあ、その時はそういう風に思えなかったですけどね、やっぱり、うん、まあそうよね、悲しかったですけど、はい、うん、そして、大学行って、その後なんかアルバイトの話が結構面白そうでしたね。はいはいはい、うん、そう、アルバイトをしようと思って、うん、ま、ずっとサッカーやってたんで、アルバイトってしたことなくて、うん、でそっか、朝も昼も夜もじゃないけど勉強以外はずっと部活だ。そう、ずっとサッカーやってたんで、うん、でアルバイトしようと思った時になんかカラオケ屋さんのアルバイト楽しそうだなと思って、うん、よく歌う人なんですか。歌いもするんですけど、うん、なんか見ててなんか、うん、結構なんか楽しいかなと思って、うん、自分何歌ったりとかするの。いや、何でもなんか決まってないですけど、うん、やっぱ僕らの世代だとミスチルとか、うんうんうん、そうですね、ミスチル、ビーズとか、うんうん、スピッツとかその辺ですよね、うん、結構幅広く網羅してる感じですかね。まあ、幅広く、まあ、つまんでつまんでみたいな、うん、なるほどなるほど、はい、でカラオケ屋で。そうなんですよ、4箇所ちょっと面接行ったんですけど、うん、全て落ちまして。なんで落ちるの。それはね、落ちる理由は教えてくれないんでちょっとよく分かってないんですけど。そっかそっか、はい、あなたはダメですとは教えてくれないよね。そうなんですよ、うん、とりあえず 2,3 日後に連絡し、合格だったら連絡しますんで、うんうん、お待ちくださいって言われて、ずっと家でこうやって、うん、あれもおかしい、まだかなっていうのを4回繰り返してそうなんですよ。結構4箇所も落ちるとさ、はい、ガクンとかするよね。そうですね、なんかね、いやなんか埋まってたのかなっていう風に。でもさ、じゃあいっぱい面接が来てたのかな。いや、どうなんですかね、一応そういう風に考えて4つ受けましたね。うん、で4つぐらいで、あ、なんだろう、ダメなんだと思って諦めまして。なるほど、これで一つじゃあまた方向性が変わった、はい、わけですね。そうなんですね、うん、で家庭教師も、うん、その後やってまして、うん、はいはい、まあ、中学校2年生の子を、うん、高校受験に向けてっていう感じでやってたんですけど、うんうんうん、よくね大学生とかってね家庭教師の、はい、バイトっていうのを、うんうん、やってて、まあなんていうの、どんな教科を教えていくとか、なんか何個もあれしてこうするとか、なんかいろいろありますよね、はいはいはい、うん、基本的には全般を教えてたんですけど、うん、で最初その子はやっぱり1平均20点だから5教科で100点とかだった。ちょっと割と低いですね。そうなんですよ。そうですね。で笑ってるしみたいな。お母さんにじゃ入れる学校がないから入学させたいんですみたいな、少し上げてくださいみたいな、ね、そうそうです、うん、でお願いされて、うん、大体
1年2年近く、うん、あの教えまして、うん、一応なんか最後の期末のテストでは、うんうん、5教科で100点だったのが370点まで上がりました、ね、うん、はい、5波80点近く75すごいじゃないですか。平均でそこまで上げるって、はい、結構ね人によってはこれはできるけどこれは相変わらず低いとかってばらつきがあったりとかするでしょうけど、そうですね、それすごいですね平均的に、うん、お母さんご両親大喜びだったんじゃないですか。いやもう本当に感謝されて、うん、で20ヶ月21ヶ月か確かそんぐらいやったんですけど、うん、1年で12ヶ月だから、はい、うん、2年近くなんですけど、うんうん、でやってそしたらその合格した後に日本料亭料亭ですね料亭いきなり繰り出しました料亭にいきなり料亭に招待ですか。招待してもらって感謝の意味でありがとうございますということで、よかったティッシュあってみたいな感じですね。すごいですね。はい、ご馳走してもらって、うん、しかもあのちょっとありがとうございますって封筒を、うん、で中身見たらちょっと やった月かける1万円が入ってますって言って、すごいじゃないですか。いやいやいや、いいですいいですみたいな。でももらうよね。で、あのそうですね、一回断りました。いや受け取ってくださいって、あすいませんってありがとうございますっていうことで。すごい、そのご家庭そんな結構羽振りのいいお家ですかね。いやどうなんですかね、その辺はちょっと詳しくわかんないんですけど、うん、はい、いやでもさ、私10年20年30年前婚礼の司会を10年ほどやってたんですよ、はい、ね、でその昔ってさ日本人ってさやっぱり最初の定額の例えばさ規定の料金があったけど、その後それ以外に心付けって言ってさ、ほんのお気持ちで寸心みたいな形でさ渡したりとか、あと日本舞踊やってる時って最初のって定期的なその定額のいくらかの、まあ、金額があって、それ以外にやっぱり心付けっていうのを出したりとかするんだけどさ、そういうことされるご両親ってさね、一応授業料というか勉強代は払うけど、ね、料亭に招待して心付けくれるって、うん、なんか日本文化をちゃんと分かってる方で素晴らしいですね。あ、そうなんですね。そのことを僕は知らないんで。あ、そうか、私ぐらいの年だとそうですよ。例えばさ、なんかね、お車代とかさ、はいはいはい、そういうのがあったりとかさ、その規定の金額のいわゆる定価、それ以外に何かありがたいなとかって言って、なんかそういう風な配慮ができるって、いわゆる日本人的おもんばかるっていう風な言葉でさ、ね、やっぱ思いやりの表れみたいなね、まあ、素晴らしいところとご縁がありましたね。いや、素晴らしいご家庭でしたね。でも1時間半で1万円とかだったんで、まあ、月4万円ぐらい週1回だったんで、それでもね結構なあれですけど、だってなかなかそれもいい金額じゃないですか。そうですよね、そうですよね、はい、普通のところもっと安かったり、例えばどっかに所属して紹介されたらそこで中抜きだったりとかね、しますもんね。まあ素晴らしい、そこら辺からいろいろと資産形成にじゃあ話がつながっていくのかな。いや、そこからはまあなかなかつながらない。つながらないですか。でもお金っていうかそういう人の心のなんか、そうですね、思いを形にしたのがお金だったりとかするから、そういうふうなことが何かしらあったのかもしれないですね。でそこからご結婚されてお子さんもいたりとかして。そうですね、そこからまあ、就職しまして22歳の時に、うん、エンジニアの会社に就職しまして、うん、まあ、その間で30歳で、うん、結婚して、うん、2人の子供が生まれまして、うん、まあ、そこでですね、まあ、いろいろ思うことがありまして、うん、本当に子供を育てる大変じゃないですか。やっぱり、ね、私育ててないから分かんないけど、そうですね、大変でそれでもう自分も育ててもらって、うん、うち両親がちょっと中学校2年生の時に離婚しまして、うん、それで母親に一人に育ててもらって、うん、まあ、すごい大変だなと思って。同世代のお母さんですから私も大変さはなんとなく想像がつきますね。そうですよね、大変ですよ。しかもなんかご飯をうちは作らない家庭で、うん、作らない家庭でっていうかやっぱ作れない、うん、ずっと仕事してるから、うん、それそうですよね。お母さんがねお金稼いでこなきゃしょうがないんだからね。でテーブルにいつもお金が置いてあって、うんうん、1日5000円くらい置いてあって、うん、でそれで勝手に食べてみたいな。でもじゃあその世代で1日5000円置いてあるってさ、うん、お母さん結構もう儲かってたんじゃないのみたいなさ。5000円って結構な金額じゃないの。結構ですね、大変だったんだと思いますけど、ね、大変な中でもそれを子供に1日5000円ってすごくない。それ貯金したらすごい金額じゃね、うん、みたいな ね、 そ, うですね、うん、だそれも多分見せない母親だったんで。すごいですね、言わないしそういうことは、うんうん、
だから自分もなんか当たり前だと思ったんですね。あーなるほどね、普通だと思っちゃうよね、うん、それがね、うん、でなんかなんていうんですかね、なんかなんかむしろご飯なんで作ってくんないんだろうみたいな。人間ってね、なんかあるもの、うん、目の前の幸せに感謝しないでないものねだりになっちゃうもんね。そうなんですよね、うん、よそのなんか家庭を羨ましくね、そうそうそう、うん、隣の畑、隣の芝生ね、うん、はい、でそんな、まあ、ことを、まあ、思い浮かして、うん、まあ、結婚した時に、うん、いやもう大変だっただろうなと思って、うん、でも本当に自分がねどうしようもなかったなと思って、うん、で変わろうと思って、うん、で、そこがなんかきっかけというか、うんうん、自分が変わるきっかけというか、うん、っていう感じですね。なるほど、はい、じゃあそこから、タイミングがあって外資系の会社に転職になったみたいな感じですかね、はいはい、じゃあ引き続き写真に行きましょうか。はい、じゃん、はい、ちょっと恥ずかしいんですけど字が下手でいえいえいえ、これあのその思い起こした時に、うん、あの変わろうと思い起こした時に目標を書いたんですよ、うん、自分で、はい、うん、でまあ3つ書いたんですね。で目の前の人を、まあ、幸せにするっていうのは、うん、まあ、だからまず人を幸せにする人間になりたいなと思って、うん、あの感謝した時に、だから母親も幸せにしたいし、もう結婚してるんで、うん、妻も子供も結婚したいし、うん、でそれそういう自分でないといけないと思って、うん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 、いや仕事もだからそういう仕事したいなっていう、うん、人目の前の人を幸せにする仕事がしたいっていうことで書いたのと、うん、でそのまあその結果というか、うん、でじゃあ どんぐらいになるのっていうので、うんうん、自分のお葬儀に1万人呼べるぐらいの、うん、これすごいよね、1万人とか言っちゃうね、ちょ字が下手でちょっと恥ずかしいですけど、いやいやいや、だってさ、まあ、変なし実際的にさ今ね密葬になったりとかさ、はいはいはい、それから家族葬とかさ、うん、でどんどん小規模小規模とか言って人との関わりを今外すみたいな形になってきてる中に、まあ、1万人が来てくれたらいいなって、まあ、それって結局なんか数字がどうなんじゃなくて人との関わり合いみたいなことだよね、うん、きっとね、はいはい、うん、あり方ですね、あり方ですね、はい、うん、でそして次が、あ、違う違う違う、3番目1000万だ、1000万、いえ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 、うん、そう月収1000万、うん、それもあの家族を幸せにするっていうことで、うん、まあ、お金を稼がないといけないということで、うん、まああのまあ、別にこんなに正直必要ではないかもしれないんですけど、うん、ありすぎて困るかもしれない、そうですね、まあ、あの自分の届くぐらいの範囲だと、うん、なんていうんですかね、あ、まあ頑張ればできるかなみたいな感じになっちゃうと思うんで、さスピリチュアル的な感じとかさ、うん、占いとかもそうだし、潜在意識、潜在意識、そうそうそう、ね、そこでできそうな目標設定してる段階でもダメなんだよね、うん、そうですね、うん、はい、だから自分の範囲外の、まあ、当時の範囲外のところに設定を置いて、うんうん、はい、まあ、そうしたらですね、あのなんとその後にスカウトを受けまして、うんうん、で、それが実行可能な環境というか、うん、実際にまあ月収も1000万以上稼いでる方もいますし、うんうん、そういう環境にちょうど来れたっていうね、うん、実現したっていう、実現か、まだ実現は全部はできないですけど、はいはいはい、実現可能な環境に自然と来れたっていう、うん、それ大事ですよね、はい、なんだっけ、鳥羽博士とかがさやっぱりいろいろ言ったりとかさ、うん、はい、あの人の話聞いてるのも好きなんだけどさ、 YouTube とかでさ、うん、やっぱ想定外なところに設定していかなきゃ、ね、うん、ならないもんね、なるほど、コンフォートゾーンって、はいはい、そう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 、さすがですね、いろんなこと知ってますもんね、はい、結構ね、なんかさっきも話したっけ、なんか陰謀論がどうのとかさ、なんか裏の話がどうのとかさ、そうそうそうみたいなね、なので、あ、なんかやっぱり私もそういう人引き寄せてゲストさんに呼んでるのかなって思ったりとかしました、うん、なるほどなるほど、うん、はい、じゃあ次の写真に行きますかね、うん、で次がこちらがなんか今回のご縁のつながりの元になってるみたいな、う、ね、うん、うん、これ名前出しちゃっていいんですかね、大丈夫じゃないの、あの朝日さんってね、うんうん、そのうち朝日さんも呼びたいかなとか思ったりとかするんですけどね、うん、朝日さんがやってるあのキャリアカフェっていう、うん、何やってるかっていうと、うん、あのカフェで、うん、あのブースを出して、うん、それぞれなんか例えば、うん、なんだろうな、ここだとキャリアコネクターって言って、あの朝日さんはあの女性の転職支援とかやってる方で、うん、そうですね、そういうご相談乗ってたりとか、うん、まあ、今回はなんかあの龍の絵を描いてたりとか、うん、あと僕はそれプラスあのライフコンサル の、うん、あの相談会っていうのを今回出させていた、はい、まあ、これ日によってなんかいろいろ、まあ、占いの場合もあるし、そうですよね、あのうちのディアウーマンもやっぱりそういうディアウーマンイベントっていうのをやって、うん、やっぱりいろんなジャンルの人がそれぞれ
テーブル1個ブース出店みたいな形でやって、私も運命学やったり、野菜を売ってる人もいたりとかね、パパイヤ売ってる人もいたりとか、それからマッサージ系の人もいたりとか、気候やってる人がいたりとか、いろんなジャンルの人が個人事業主的な感じでブース出してるみたいなね、それのちっちゃい版みたいなのを、まあ、キャリアカウンセラーの朝日さんがねやってたりとかするのが、ね、キャリアカフェっていう風な感じですよね、はい、そこに出店してたってことなんですね。そうです、そうです、はい、うん。でじゃあこの番組見た人はぜひね、そんなところの関係から、まあ後で番組の一番最後に、松田さんの連絡先とかもねお伝えしますので、ぜひその出店なんかもしてたりするけどなかなか出会えないこともあるでしょうから、直接 Facebook とか LINE とかね、アズーリ見ましたよとか言って連絡いただければ、うん、そこから話も通過なので、ね、いろいろと資産形成についてとかね、カウンセリングしてもらうといいのかなみたいなね。まあただね、一緒に飲みましょうでも全然嬉しいですけどね。そうですよね、はい、飲んで話してみてからの方がいろんな、なんていうの、展開の仕方があるかもしれないし ね、はい、そうですね。結構なんか年中飲んでるみたいですよね。そうですね。そうですね、はい、はい、じゃあ次の写真いきましょうか。あ、ちょうど飲みの飲みの、はい、ちょっと 2杯目、2杯目いきますか、はい、あ、なんか2杯目開けてるし、はいはい、みたいなね、はい、2杯目ウーロンハイで、ウーロンハイとね、うん、銘柄は言えないので紙で包んでますが、はい、じゃあ、うん、飲みながらで、写真の説明もねちょっと入れながら。そうなんですよね、はい、これは焼肉屋とかそういう感じですか。焼肉屋ですね、これはね、うん、はい、美味しそうな赤身な霜降りな、これは生で食べる、生食、はい、へえ。よくさ、ほら日本ってさ、焼肉屋が生はどんどん次々さ NG になったりとかしたじゃないですか。そうそう、ユッケとかも今はね、そうそうそう、ちょっと炙ってないと。そうですよね。変な話ね、うちね、私が中学高校の頃に、うちのいとこがね焼肉屋の板長みたいな感じになったんですよ。なのでうちの父親が不動産屋やった関係でね、一時そうなんですよ、焼肉屋を経営してたんですよ。なので私は毎日うちに帰るとレバ刺しだとかユッケだとか、ね、千枚だとか、あの辺をね年がら年中食べてて、生肉な、なんか並みとかって言われてたりとかして、いやでもあのあとあんなに美味しいユッケとかね、レバ刺しとか食べれなくなった、はいはいはい、なんかニンニク醤油とか美味しいじゃないですか、ごま塩だれも好きだしみたいなね、はい、そんな焼肉の話してるばっかりじゃない、次の話いきましょうかね、はい、あ、次これもウニとお肉だよね、周り、あ、お肉です、これ、うん、このまま食べれる、食べれる、はい、結構だ、いろんなところにいろんな飲んだり食べたりしてるって感じですかね、はい、はい、じゃあ次行きましょうか。これお寿司屋さん、ね、お寿司屋さん、はい、ね、でこれは何、3人で食べに行った感じなのかな。あ、そうですね、はい、ね、はい、結構グルメな感じですか。いやでも何でも美味しいんですけどね。食べるの好き、食べるのも好きですね。あ、これお好み焼き、お好み焼きです、これ、はい、ぷるっと生卵が乗って、はいはい、そうですね、美味しいですよね。でそのこれは何でしょう。これは牡蠣ですね。牡蠣ですか、はい、あ、なんか炙ってる感じなんですかね。なんか炒めてるんですよね。炒めてありますね、はい、はい、ありがとうございます。これで終わりかな、はい、じゃあまたスタジオに戻してもらったところで、いきなりこれ、はい、これですよ、はい、誰ですかこれはみたいな、なんでいきなりユニフォーム着てなんかお面つけてる人が横にいるみたいな感じで、打ち合わせを軽くしといたと言いながら、うん、もうなんかでもこの図怪しいですね。怪しいですね。あのやってみると結構変だよね。なんかスタジオのスタッフ大笑いみたいな、うん、サッカーのユニフォーム着てね、仮面かぶってる、ね、仮面が、でじゃあそのまず仮面はどうしたんですか。仮面、あ、今週月曜日に、あの真面目に言えば余計おかしいみたいな、川口のお祭りに行ってきて、でちょうどあのお客さんと行ってきたんですけど、自分のお客さんとで、行ってきたっていう、でそこでお面を買ったっていう、せっかくだから使おうかなと。なんでさって普通に喋ってるんですか、おかしいよね。いや、まあそれはいいかなと思って。ウケるよね。でもその時も一次会がまあお昼ご飯食べて、二次会飲み会で、三次会でお祭り行って、四次会でまた飲みみたいなね。好きですね、はい、でも飲むっていうかそこで交流の場になってるかな、うん、そうですね、はい、ね、はい、
でその何、七夕祭りですか。七夕祭り、ね、の世の中、はい、日本の中でやっぱお祭りとかがどんどん廃れていって悲しいですから、そういうの盛り上げたいですよね。そうですね、はい、うん、はい、もうなんかお面に全部話持ってかれそうなので、ね、じゃあ普通になりましょうかね、はいはい、でちなみに今ね着用しているのが何のユニフォームでしょう。これサッカーずっとやってたんで、うん、これあのイタリア代表の、はい、なんでイタリア代表かって言ったら、うん、イタリア代表ってアズーリって言われてるんですよ、うん、そうですよ、ここアズーリですよ、はい、だからちょっと着てきました、ね、アズーリブルー、テーブルもアズーリブルーですよ、うん、サッカーやってたっていうのと、うん、まあ、アズーリって言われてるイタリア代表、うん、たまたま持ってたんですか。持ってます、持ってます、はい、さすがですね、じゃあちなみにサッカーのユニフォームはいっぱい持ってるんですか、はい、いやほとんどな捨てちゃったりしましたけどね、古いから、うんうん、でも、まあ、ある程度は持ってます、ね、そうなんだ、はい、じゃあたまたま持ってて今日アズーリ。そうなんです、そうなんです。それはもう代表のユニフォームはイタリアしか持ってなかったですよ。すごい、今日ここに出るために持ってたみたいな感じ、うん、あ、そうかもしれないですね。すごいですね、アズーリが呼んだ、と社長に言っといてみたいな。ね、すごいですね、ね、で本当に代表のユニフォームはイタリアしか持ってなかったらわざわざ買ったりとかめんどくさい、着れないよね、うん、みたいな、ね、そうそうそう、これでもだから昔のユニフォームなんですよ、うん、イタリア代表の。あ、そっかそっか、 今のじゃないですよ。じゃない、はい、レアじゃないですか。10年ぐらい前のレアじゃないですか。すごい、もうだってテーブルと一体化してますよ、うん、ユニフォーム毎年のように変わるんですよ。そうですよね、どんどんリニューアルしてくるんで。これ古いユニフォームなんで、いや面白いね。はい、じゃあそんなユニフォームで、うん、後半戦はもうちょっとガブガブ飲んで元気よく行きますかね、はい、誰か2杯目に行ってますからね、もう、はいはい、じゃあ写真の続き行きましょうかね。はい、じゃん、かわいい朝顔ちゃん。はい、これ、うん、まあ、いきなり朝顔なんですけど、うん、まあ、うちの、子供がいて、今小学校3年生と5年生なんですけど、うんうん、男の子、はい、うん、こちら夏休みに、うん、朝顔飼育係に任命された時の、うん、1枚ですね。観察記録とかつけなさいとか言われますよね、うん、そうなんですよね。でなんかその夏休みちょっと旅行行っちゃって、うん、家族で、うん、で僕しか育てる人がいなくてでどうなったみたいな感じで、あ、咲いたよみたいな写真を何、子供が観察記録つけなきゃいけないのに実はお父さんがつけてると。まあそうかもしれないね。これはまあいいのか悪いのかあれですけど、ピーみたいな、ピーみたいな感じですけど、一応なんか報告というか、はい、朝顔どうなったって来たからちょっと写真を送って、うん、ね、今こんな状態みたいな、ね、はい、ね、ちょうど今日から、入谷の岸母神で朝顔市なんですよ、うん、ああ、なるほどなるほど。そう、毎年、6、7、8かな、この3日間が曜日関係なくいつも、日比谷線の入谷のところがね、うん、朝顔市ってやって、私も結構ね若い頃は毎年のようにあそこで朝顔を買って、まあ、すごいよく伸びるし、鶴がビュンビュン行くし、うん、ね、朝顔って育てやすいかなみたいなね、うん、うん、あといろんな種類が最近ねどんどん出てきてるしね、結構鉢植えも高かったりとかするからね、2000、3000、4000、5000みたいなね、うん、あ、そうなんですね。なんか機会があったらまた行きたいなみたいなね、うん、はい、そんな朝顔くんですか、はい、はい、じゃあ次、じゃん、これがこの写真はあれですね、震災のところかしら、先々月に気仙沼にちょっと行ってきまして、うん、気仙沼、あの 3.1 で被災が、被災が結構あって、うん、震災の、うん、震災があって、まあ、そこの、まあ、状況を見てきて、まあ、その現地の人の言葉とかを、うん、聞いてきて、まあ、その思いとかも忘れずに、なぜ行ったんですか。やっぱりなんかそういう思いとかを忘れちゃうと、やっぱり、うん、その、まあ、自分の仕事も、うん、まあ、保険とかもやってるんで、うんうん、そういうなんか命の大切さとか、うん、そういうのを聞くとやっぱり、うん、腑に落ちるというか、なるほど、でなんか経過数でやっぱ忘れてっちゃったり、うんうん、忘れてってないつもりでもちょっとどっか薄れてっちゃうとかあったり、もう10年も経っちゃうとね、やっぱりね、うん、でもやっぱりなんかその内陸でもう結構崩壊してたり、うんうん、結構次の写真とか、そうなんです、ね、これ結構そうですね、別に海が校舎のやつ、あれ学校なんですね、あ、そうですよね、こう海が別に目の前っていうわけではなくて、うん、それでもこうなっちゃうんですよ、うん、で僕が来た感覚だと多分ここの場所にいたら別に海目の前じゃないから大丈夫でしょうみたいな、うんうん、多分思っちゃうと思うんですよ、うん、でも実際はまあこういう風になってるっていう、うん、だからなんかリアルに、あ、これね、そうなんか僕らもね、やっぱり関東も地震ってよく言われるじゃないですか、うんうん、はい、でもどっか大丈夫だろうとか、うん、思っちゃうじゃないですか、うん、
だからそういうのをねやっぱりちゃんと考えないといけないなと思って、僕らなんか保険の仕事もしてるんで、そうよね、はいはいはい、やっぱりやっぱ備えあればみたいなところ、多分大丈夫だろうって思っちゃうじゃないですか、うん、若いしまだみたいな、うん、若い人だとだから結構ねこういうのを見るとやっぱちゃんと伝えないといけないなとか思いますよね。またなんか初心に帰るというかね、はい、限定回帰するみたいな感じでね、なんか人とか人生とか生き方とかあり方とかなんかそういうのもう一回考えさせられるっていうのはありますよね、はい、そうですね、うん、はい、あ、じゃあ別に何ということはなくちょっとそういうのをもう一回再確認したいと言ってこの5月に行ってきた、はい、なるほどね。じゃあそれが今後のいろんなことに生かされるといいですね。そうですね、多分なんか松田さんの器がこう一回り大きくなったっていうことになるのかな、はい、はい、じゃあ次いきますかね。あ、これちょっとじゃん、いきなり話飛んで何ですかこれは、綺麗なお姉さんと震災で今美しい話をしたかと思ったら今度は美しいお姉さんですかみたいな、これちょうどあのつい最近なんですけど麻雀大会でちょっと優勝しまして、はい、え、麻雀強いんですか。あのまあ実はあの、うん、あの家庭教師やってる、はいはい、大学生で、あの週1回だったんで、うん、週1回1万円しかもらえないんで、うん、別であの麻雀のお仕事してたんでちょっとできるんです。え、麻雀のお仕事って、え、麻雀荘でバイトしてたんですか。そうそうそう、へえー、じゃあ相当麻雀はプロ並みですかね。まあ普通の一般の人よりはできるかなっていう感じですね。なるほどね、バル自衛が強いんだな。いやいやいや、それも止まらない練習なんで、まあ、やっぱりいや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 慣れですよね。いやでもさ、博打とか賭博じゃないけどさ、なんかそういうのってさ、うん、あのなんかあるよね、そういう見えない、見えない見えない勝負運っていうかさ、あ、いや、まあでも気持ちが大きいかなってありますよね、やっぱ マインドだったり、ネガティブな人は結構ダメだったり、ね、そうだよね、はい、私なんか結構ネガティブ系でなんか備えて備えて備えてみたいな考え方になるからさ、なんかバーンとかっていきなりできないので、うん、もう心ぶれずにやるのが、ね、勝負みたいな、はあ、い、なんか昔さ、麻雀なんだかとか言ってさ、うん、漫画もあったし映画もあったりなんだりとかしてさ、うん、麻雀だけで生計立ててる人とかねいたりとかしたもんね。はいはいはい、で隣の方はちょっとあの麻雀のプロの方で、そうなんだ、女性の、はい、あんなでゲストで来てくれて、可愛い優しい感じのもね、麻雀のプロですか。そうですね、うん、まああんま名前言ったらあれですけど、うんうん、そうですね、うんうん、そしてじゃあ横でニヤニヤしてるわけですね。一応笑顔でって言われたら自然出た笑顔っていうか一応ね、はい、あの結婚してるんで、はい、あ、そうですよね、はい、はい、そうですね、はい、奥さんにはあんま見られたくない、見られたくない、はい、今日え、これ全世界に放映されちゃうんですけど大丈夫ですか。まあ、YouTube ですから、はい、あの全世界に出ますよ、はい、まあ大丈夫です、ね、大丈夫ですか、はい、奥さん見ておいてください。いやいやいや、はい、じゃあ次行きましょうかね、はい、あ、出ました、ノーマスク、はい、これね、あの、うん、やっぱコロナの時期ってみんなマスクつけてたと思うんですけど、うん、僕はあんまりあのつけなかったんですよね、はい、私もほぼしてないです。でそれで歩いてたらちょっと渋谷の方で、うん、あのそういう運動してたのかわかんないんですけど、うん、あの感謝状をもらいまして、あ、そうだったの、はい、なんかみんなマスクしてるところに僕は普通に歩いてたんで、うん、そうなんですよ。へえ、それでその平塚さんから受け取ったって感じなの。そうそうです。へえ、そうなんだ。これさ、平塚さんってさ、サイフラットマウンドって言ってさ、私も、平塚さんがこの国民主権党を始めるそのずっと前から結構この人がツイッターだとか、あ、そうなんですか、いろいろ活動してる時から私結構追っかけてて、まあ、あまり大きな声で言わないけど全世界に言っちゃうけど、じゃあ陰謀論者みたいな感じなところなので、やっぱり世の中おかしいよねとかね、政治経済いろんなことおかしいよねっていう側の立場に立っているので、はいはいはい、その頃にそういうこと発信してる人は結構チェック入れてたんですよ。でこの平塚さんはそういう人で、コロナはただの風邪って言った人なんですよ。だから多分マスクしてない人を見つけたらもう感謝状っていうのはなんかわかる。道端でそうだったんだ。渋谷でそうですね。僕もなんかあんまり、まあね、風邪っていうか身近、まあそうですね、風邪だと思って、うん、風邪ですよ、はい、マスクしてる方が病気になるもんみたいなさ。そうですよね、うん、今日もさ、スタッフさんマスクしてなくて、あ、よかったみたいな感じでね、具合悪くなるからやめた方がいいよ、もう私の番組の時しなくていいからみたいな感じ。あ、そうですね、まあしてないからね、うん、あのちょっとごめんなさいってことはなんないですけど僕は、うん、まあ仲良くはなりますけど、うん、僕はしないっていう、しない派っていう感じですね。しない、
なんかいろんなことをもう基本まずいろんなことしないみたいな感じですかね。はい、なるほど。さあ、じゃあこれでいただいた写真は一通り紹介できたかなみたいなね。じゃあなんか、ユニフォーム姿になってはいるけれども、はいはいはい、ね、後半戦ちょうど今35分ぐらいになったので、早いよね。早いですね。あっという間ですね。あっという間でしょ、うん、50分長いなとか思ったでしょ。50分も喋れんのかなみたいな、僕で大丈夫かなみたいなふうにちょっと不安はあったんですけど。いやいやいや、もうオープニングからビール飲んでるぐらいですか。顔は赤くなって、もう早いね、はい、結構グビグビ喋ってるだけって思っていながら結構飲み系ですね。そうですね、うん、でもそうですね、なくなっちゃいます。まだ全然あるよ。あ、本当ですか、はい、うん、すいません、なんかいっぱい喋る。いやいや、とんでもないです、はい、じゃあもうちょっと喋っといてください、私もう少し飲みますからみたいな、うん、はい。じゃあなぜそれしてるのかとか、なんかやってる中で面白いエピソードとか、なんかこんなことをちょっと感動エピソードとか、これ面白かったなとか、なんかあります？面白かったな、うん、仕事関係とかもいいし、まあ、仕事だとやっぱり自分はなんかその目標にも書いたんですけど、目の前の人を幸せにするっていう目標なんで、うん、で仕事でもいろんな人と出会って、まあ、自分の利益になる、うん、お金の利益になるお仕事だけじゃなく、うん、その人にどんなことができるかって考えてるんで、うん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 、でなんかお客さんだとやっぱり彼女が欲しいんですみたいな、でなんかちょうどそういう場をセッティングした、うん、方とかが、うん、お付き合いしたとか、うん、これね、うん、うん、まあ、そういうのあって、で久しぶりに飲んだ時に、最近あれ、そういえば最近なんか合コンしてくださいとか言ってこないですねみたいな、うんうん、言ったら、いや、この間紹介してくれた、うん、方とお付き合いしたんですよ、おー、ゴールイン、結婚した。結婚はしてないです、まだ。まだ、これから、はい、ね、今発展途上中、そうそうです、発展途上中、はい、いいですね、はい、やっぱさ、なんか出会いってすごい大事だし、うん、この世が幸か不幸か、その辺って人との出会いで、うん、いつどこで誰が誰と何をするかっていうのが大事なのかな、私結構思ってて、だからそれらって全部タイミングじゃないですか、はいはい、ね、でそのタイミングがほんの1分でも、ほんの一瞬でもさ、例えば生き死にの問題なんてほんの一瞬でさ、生きるか死ぬかってことがあったりとかするから、やっぱなんか全てはこの世はタイミングなのかなみたいなね、偶然の必然、まあ、原因と結果ですからね。そうなんですよ、因果律なんですよ、うん、私の運命学も本当に因果律なんですよ、うん、だから良くなるためにはいい原因を作っておけば必ず良くなるに決まってんじゃん、うん、みたいな感じ。悪くなったのは過去にその悪くなる理由をちゃんとあなたがやってたから悪くなったんじゃんみたいな、その悪くなったっていう事柄に対して良し悪しは、立場とかいろんなものから見れば視点がいろいろ360度あれば、で誰かにとってはいいことも悪かったことかもしれないし、うん、誰かから見れば悪かったことがいいことだったりとかもするじゃないですか、はいはいはい、でだからそれって一概に悪いはつけられないけど、うん、でも結果として良くなったか悪くなったかは原因はちゃんとあるよねみたいな、うん、そうですね。僕も子供の頃に、そのなんか誰かの因果の法則っていう本を、うん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 、読んで、うん、まあ、そこからも考え方がそういう風に、なるほど、考え方になったんですよ。じゃあ絶対今日会うべき人って、そうかもしれないですね、アズリで、うん、僕もなんかいいとか悪いとかってあんまり考えないっていう、うんうんうん、原因と結果っていう風な考え方なんで、うんうんうん、なんかね、不思議ですね。不思議ですね、はい、ね、偶然この番組にもね、ご縁のご縁で、山田あっこちゃんがね間に入って、そうそう、あっこちゃんが朝日さんとつながっててみたいな感じで今日を迎えたんだけど、うん、そうか、うん、じゃあ前世でどっかでなんかこんなこと語ってたかもね。なんかあるかもね、あった気がことがある気がしますよね、初めて会った時から。酒2本飲んだからこれかいみたいな感じで、うん、いやいや、食えてるわけじゃないですか。ないよ、お母さんだから。よく口説き文句でありますもんね。どっかで会ったことありますね。そういうんじゃないんですけど、本当に本当に、はい、なんかいいな、この後またちょっと飲みに行こうかって言ってるから、はい、そこで語れるかもしれない。そうですよ、はい、なるほどね。でもやっぱりこの因果応報みたいな言葉って絶対あるなって私は思ってて、うん、それが現在を作ってるのかな、うん、で現在が未来を作ってるのかなみたいな感じですよね。まあでも、まあ、考えてみれば当たり前ですよね、うん、そうですよね、当たり前ですよね、はい、多分だから、例えば今の世の中がこんなになっちゃってるのやっぱりなんか何かしら過去のね原因がいろんなことあったしな、で未来に素敵になりたいなら今現在ちょっと変えようかなっていうふうにしないとだなって思いますよね、うん、そうですね、うん、
他にはじゃあなんかあとエピソードとかありますか。今40分なのでね、もうあとちょっと。嬉しかったことですか。嬉しかったこととか、あとじゃあお客さんってどんな感じの人とかが多かったりするんですか。お客さんはご縁のある、もう普通の一般の、あの独身の方だったり、うん、あのご結婚されてる方だったり、うん、あとはまあ法人の方だったり、うん、あとまあ個人事業主の方だったり、うん、バラバラ で、うん、バラバラで基本的にはまあご紹介で、うん、あのちょっとご相談してくださいとか、うん、まあ、そういう形が多いですかね、うん、じゃあ話のあれなので LINE とか Facebook とかをちょっと先に紹介しちゃいましょうか、うん。で例えばさ、こう今日のねこの番組を見ていただいて、はいはいはい、松田さんにじゃあなんかちょっとじゃあ一緒に飲んでもらえますかとかさ、なんかちょっと話聞いてもらえますかとか、気軽なところからね、はいはいはい、始まっていいんでしょうしね。そうだ、私タグ付けしたけどタグ付け許可してないな、きっと画面が載ってない。そうだよ、後でタグ付け私のやつを許可入れといてください。そうするとここに今日出たやつが載るから。ああ、そうなんですね。そうそうそう、私がさっき写真撮ったじゃないですか、はいはいはい、であれに松田さんのタグでつけてるので、そうするとここにドンって私とツーショットが乗りますよ、あ、じゃあなんか後で教えてください、ちょっと、うんね、はい、そう飲み屋で話しましょう、はいはい、結構海好きなんですか。海、そうですね、自分の母親が沖縄で、うん、あ、そうなの、沖縄出身なんですよ、で東京に来て、うん、あの両親が結婚してるんですけど、はいはいはい、そうなんですね、海好きで、うん、やっぱり沖縄もね、あの、うん、昔はね年1回ぐらい帰ってたんですけど、うん、やっぱまだおばあちゃんも向こうでいて、もう105歳ぐらいかな。すごいね、おばあちゃん長生きだね、はい、長生きで。いやでも沖縄系の人ってみんな長生きだよね。やっぱ行ったら帰りたくなくなるっていうかね、楽園だよね、はい、やっぱ時間の流れも変わってくるし、違うよね、あ、もう帰りたくないなとかね、ね、本当なんかくだらないお金の心配しなかったら、まあね、沖縄で海でプカプカしたりなんか優雅に過ごしたいよね。そうですね、うん、僕あったかい方が好きなんで、やっぱり私もですよ、うん、寒いのもう嫌、苦手なんですよ ね、やっぱり気分も落ちちゃうし、そうそうそう、うん、もう寒いっていうだけでやる気がしなくなるみたいな感じで、はい、はいはい、でじゃあこれが Facebook なので、なんかなと思った人は気軽に、普通に松田勝明さんっていうのを検索して、はい、この海の、そうですね、さっきの、ね、はい、写真が載ってるのがご本人ですから、そこにメッセンジャーに連絡いただければいつでも対応しますよみたいな、はい、そして何かあればすぐ飲みに行きますよみたいな、はい、全然全然もう飲み行きます、飲み友達、まあ、何でもいいですよ、はい、うん、やっぱあのきっかけって簡単なところから運命って変わっていくし、うん、ね、そんな何かのきっかけになっていただければで、友達申請していただいてメッセージくださいみたいな ね、はいはい、何でもご相談に乗るんで、はい、まあ、お仕事の、まあ、一緒にお仕事しましょうとかでも全然大丈夫ですので、うんうんうん、はい、結構なんか窓口広そうですもんね。そうですね、いろんなあの業種の方と一緒にお仕事したりとかもあるんで、うん、そうですよね、お客さんに、目の前のお客さんが素敵になるんだったらお仕事紹介って形でコラボできたりとかってこともあるし、そうですね、個人事業主さんも多いってことはそこからなんか次の展開とかあったりとかしますもんね。そうですね、うんうん、まあ、一緒にタイアップしたりとか、そうそうそう、あと普通にね、うん、あの占いしたいって言ったら普通に占いできるしそうですよね、はい、はい、いろいろね、やっぱ肩体痛いって言ったら、ね、あ、そっかそっか、マッサージ屋さん紹介したりとかね、健康系の方もね、うん、お客さんにいたりとか、うんうん、まあそれもね、まあ、そういうすることでみんなハッピーというかね、そうですよね、はい、衣食住いろんなものが全部賄えるっていう感じですかね、うん、はい、そんな感じでやってます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ何かあったら、こちら Facebook お願いしますみたいな、はい、そしてあと LINE もやってるということで、はい、こちら QR コードになってますけどね、こちらも気軽にお友達申請していただいてっていうところですかね、はい、じゃあそんなの残りあと、あ、もう43分だからあと7分ぐらいですよ、50分まで、あと6分、6分、はい、さ、じゃあ最後に伝えたいことありますか。伝えたいこと、もう一度伝えたいこととかね、うん、もう一度というか、うん、そうですね、まあ自分のビジョンというか、うん、あの目標にも書いてるんですけど、うん、目の前の人をね笑顔にすることなんで、うん、あのね、いろんな人があの連絡してほしいですね、うん、で、あのいろんな人と関わって、うん、なんかあの何でも言ってほしいですね、うん、でどうなりたいかとか、うん、あと一緒に仕事をしてくださいとかだったら、うん、お互いなんかね良くなると、うん、まあ、いいんじゃないかなっていう感じですかね、うん、はい、なんか本当きっかけってちょっとしたことになるし、うん、いろんな人と話をすることによって、はいはい、それがこんな展開になるんですかっていう、うん、なんかミラクルというかさ、
いろんなことが、なんていうまさかの変革、核変、パチンコの核変みたいな、なんかそんな感じで、どうなるか、この先って予測つかないもんね。そうですね、はい。本当になんかいろんなご縁があって、共通な、なんかね、不思議なご縁ですよね。だってアズーリ、だってこれイタリアのユニフォームしか持ってないです、僕代表の偶然だよね。でさっき言った朝日さんも、はい、たまたまお話したら、偶然うちの母親と繋がってたり、そうだそうだ、なんかどっかでそんな話が出ましたね、はい、そうですよね。そうなんですよ、世の中狭いよね。そうなんですよね、悪いことできないですよ皆さん。でなんかやっぱりさっきの、ねね、ノーマスクの話で、はいはいはい、そういう人ばっか集まってくるんですよ。ああそれは引き寄せてるな、うん、本当に、うんうん、やっぱ自分の波動で、さっき潜在意識がなんてことをおっしゃってましたが、やっぱりそれって自分がどういう発信してるのかって言って、それがまあね、フォトンじゃないけどさ、うん、自分の周りを形成してて、それがまあいろんなスピリチュアルから言わせればオーラだったりとかして、うん、でそれがまあ自分の周りをねこのぐらい形成してるのかな。で今ここで2人のねオーラがなんかこんないろいろぐじゃぐじゃして、そしてビール飲んでるわけですよっていう。なくなっちゃいました。なくなっちゃった、はい、早い、はい。だからまあ本当自分の思考が未来を作ってて、それによっていろんな人引き寄せて、でまたそれが化学変化したことによって未来ができてるのかなっていうね。そうですね、やっぱり想像し、なんかよく言うのはやっぱり考えた、うん、思ったことが現実になるわけないじゃんみたいな、うん、でも思わないと現実になるわけなくて、うん、やっぱり考えないと、とか例えば沖縄行きたいと思わないと沖縄行けないじゃないですか、うんうんうん、やっぱりね、その道のりっていうのはやっぱり電車なのか飛行機なのかとかいろいろあると思うんですけど、うん、ね、やっぱりちゃんと想像してどういうふうにいくかを決めていかないとやっぱりいけないと思うんで、うんうん、そうなんですよね。当たり前なことで、ね、よくさ、その運命学とか占いとかさ、そういうふうなこと聞くとさ、じゃあ沖縄に行こうって時にさ、うん、沖縄に行きたい行きたい行きたい、沖縄に行けますように行けますようにって言ってさ、はいはい、なんか一生懸命願うんだけどさ、行きたいってことは今行けてないってことだから、うん、行けてないことを願ってるってことになるから、それ行きたいって言っちゃいけないんだよって話になるじゃない、うんうんうん、そうですね、はい。でもさ、一般の人はさ、でも行きたいから行きたいって願ってるのになんで叶わないんですかって、違う、行きたいって言っちゃダメだけどって、このマジックにみんな引っかかってるっていうじゃん、ね、まあまあそうですね、うん、まあ行けることが分かってればいいんですよ。そうだから、行くためにどうするかってことを、じゃあ切符買わなきゃとかさ、うん、飛行機乗らなきゃとかさ、飛行機乗るにはどうしなきゃとかって、この具体的な行った先のことを思うと具現化するみたいな、ね、そうですね。さっきのあの1000万円も、そうである、うんうんうん、自分である必要があるっていうことですね。そうなんですよ、1000万持ってたらこんなことしてるしってことを想像しないといけない、うんうん、欲しいだと欲しい人になっちゃうから、そうそう、欲しいってことはなってない人だから、うん、そうなんです。いつまでたっても欲しい人、そう、いつまでたっても叶わない人、はい、うん、叶わないことも願ってる人になるから、ね、宝くじ当たればいいなみたいな、当たらないから、はい、あれはね、違う宗教にハマってる人がなるらしいで、来年も多分宝くじ当たればいいなみたいな宝くじはだってね、ね、第一勧銀でさ、なんかさ、みずほとかさ、この辺が裏でなんかいろいろやってっからね、ダメだよね。あ、そうなんですか。ピー、これ放送禁止からみたいな、それダメですよね、わかんないですもんね。そうですよ、だからなんかね、なんとか学会とかあそこに、ね、所属しないとね、当たらないらしい。え、そうなんですか。もう私がすっごいいろいろ調べた結果そこらしいから。あ、じゃあ なんとか協会とかなんとか学会とかね、あそこら辺にね入らない、ね、え、まずはじゃあ入ることから、じゃあの入っちゃダメでしょ、入っちゃダメだから宝くじ買っちゃダメでしょ。あ、そっちなんですね。利権だから、入ってから宝くじ買うではなくて、宝くじは買わない方がいい。てか宝くじは禁止にした方がいいですね、あれ利権の塊だからね。これちょっとあれなんです、 どうなんですか、これ言って、うん、大丈夫です。全然大丈夫ですよ、社長大丈夫です。言って大丈夫ですよって声がうまくそうそう大丈夫です、だから、もう全く問題ないですよ、なるほど、なるほど、企業のお名前とか出しちゃっても大丈夫ですよ、だってなんとかって言ってるから大丈夫ですねえ、なんて笑ってるし、なあ、そうなんですね、はいはいはい、僕は何も言ってないんで、ちょっと、はい、大丈夫ですよ、はい、大丈夫大丈夫、はい、松田さんには影響ないですみたいな、ね、はい、ちょっと乾くなっちゃった、ね、はい、割とね顔に出るけど、でも全然平気な人でしょ。そうそうそう、全然大丈夫です、ね、はい、さあ、あと2分ですよ、最後にもう一度なんか言いたいこととかあれば。最後に言いたいことですか。まあでも言い切ったんですけど、やっぱりでも、うん、みんな連絡ください。連絡ください。仲良く一緒に飲みましょうよ。電話ください。はい、ね、メッセージください。みたいなね、なんか些細なことでもいいから連絡ちょうだいみたいな。うんうん、飲みましょうとりあえず。飲みましょうみたいな。うん、そうですね。明るく楽しく飲んでるとみんな幸せになれるよ。やっぱな、葬儀にね、1万人呼ぶためにはそんぐらいの人と仲良くならないといけないんで。そうだね、大盤振る舞いして、ね、うん、みんなが気楽に遊びに来てくれるみたいな感じですかね、はい、はい、
じゃあ最後の最後、来週のゲストの紹介ですけども、うん、来週はねうちの旦那さんが、三次の近藤っていうのをね、来週は2週目になるので担当しています、誰が来るのかちょっと私まだ聞きそびれてるので、何かしら誰かゲストさんがいる予定です。で私次は3週目が、ディアウーマンの金谷さん、野菜の人ですね、がまた来る予定になっています。また来週も再来週も、あずり見ていただけると嬉しいかなみたいな感じです。では、はい、ありがとうございます。あっという間の50分でございました、うん、今日は、資産系の保険会社でお客様のライフマネジメント&資産運営資産形成をしている、松田勝明さんにお越しいただきました。ご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。リリースは2週間後です。ありがとうございます。